昨年9月に週刊文春文芸春秋で元セクシー女優の三上優愛31との交際が報じられた人気グループなにわ男子の長尾健人22だがインスタの投稿をめぐって新たな疑惑が浮上している長尾は22歳の誕生日を迎えた8月15日にインスタの個人アカウントを開設したが人気グループのメンバーとあって 今月にに入るまでにフォロワーは、37万人を突破した。そして8月21日には「自然」と絵文字を添えて森に囲まれた渓谷で両手を広げたり、冷やしトマトを頬に当てるなど、大自然を楽しむショットを複数投稿したが、これにより疑惑が生じることになってしまった。 元桜坂46のメンバーでフジテレビの原田葵アナ24が自身のインスタに川遊びをしているショットを投稿背景の景色が長尾の写真と似ていておまけに川の水でトマトを冷やしている写真まであったため長尾のファンは2人の交際を疑ってざわつく事態になったスポーツ紙芸能記者原田アナのインスタのコメント欄にはあのですねそこの川8月21日に行きましたか とある大人気の人もそこにいるんですよ、もしかしたら2人で行ったりとかしてませんよね、などと書き込まれたのだ。原田アナはフジテレビの将来のエース候補と言われているだけに、人気タレントとの恋愛が本当ならファン心理を大いに刺激するのは間違いないところ。もしインスタ投稿が、匂おわせ、だとしたら大した玉だが。 かつては内田京子に高島綾に中野美奈子という具合に、女子アナ王国の名を欲しいままにしていたフジテレビ、黒丸関連記事、もっと読む。元ケヤキ坂46原田葵アナ大胆起用につける。フジテレビ、女子アナ王国、復権への思惑。では、フジテレビの原田アナにかける思いについて伝えている。